皆さんはスペインの鉄道といえば何を思い浮かべるでしょうか？どこかで聞いたことがあるのですが、確かレールの幅がかなり特殊なんですよね。その通り、スペインの鉄道は他国とは少し異なるレール幅を多く採用しています。スペインは正式名称をスペイン王国と呼び、南ヨーロッパのイベリア半島に位置する議会君主制国家の一つです。実はイベリア半島の他にも大西洋のカナリア諸島、北アフリカのセウタメリラなど飛び地が存在しているのも特徴です。またスペインは金融業、通信業、IT 関連、観光業が強く、2015年の GDP は1兆1997億ドルであり、世界14位。これは韓国やオーストラリアと同程度の経済力となっています。そんなスペインですが、19世紀頃は西ヨーロッパで最も貧しい国と言われるほど、経済も政治も不安定であったことから、鉄道の開業は他国と比較して遅れて開業しています。イベリア半島に建設された最初の鉄道路線は1848年、その後外国資本による鉄道投資ができる法案が1850年代に可決されると、大規模な鉄道建設が次々と始まっていくのです。しかしこともあろうに、当時の技師長であるスベールケースはレール幅を1672ミリを選択したのです。1672ミリってあまり聞いたことがないレール幅ですよね。その通り、日本の在来線では狭軌と呼ばれるレール幅1067ミリ、新幹線や他国の鉄道ではレール幅1435ミリの標準機を採用。この1435ミリのレール幅が世界の標準機と呼ばれています。しかしスペインの鉄道はレール幅1672ミリを選択してしまうのです。その理由はイベリア半島の地形が険しいことから、これを克服できる大型機関車を導入する必要があるため、通常よりも機関の広い線路が必要だったのです。また当時の先進国であるロシアやイギリスでは1672ミリ機関が採用され始めていたことから、将来的には世界の標準機は1672ミリになるだろうと予想していた鉄道技術者が多かったのです。厳密には当時の国内単位で6カスティーラフィート、現在の単位に換算すると 1671.6mm であり、これをイベリア機関として制定されたのです。そもそも大型の機関車になるとレール幅が大きくなるのがなぜでしょう？さまざまな理由がありますが、やはり一番は巨大なボイラーを搭載しているためです。他国と比べて鉄道の開業が遅れていたスペインでは、大型機関車による高速化を行い、他国よりも優れた鉄道を持とうとしていました。しかし当時は蒸気機関車が客車を引っ張る時代であり、高速化を実現するには蒸気機関車に搭載しているボイラーを大きくする必要があったのです。これが1435mm の標準機だと、ボイラーを大きくすると縦に体積を確保するしかなく、カーブを通過した際遠心力で脱線してしまいます。そこでレール幅を広げることにより、車体幅も広げることができるため、ボイラーの体積を横方向に稼ぐことができます。なるほど、そんな理由があって、現在でもスペインでは1672ミリ幅が採用されているのですね。ところが、どっこい、実はそうでもないのです。え、どうしてでしょう？実は、スペイン国内の鉄道建設のために制定されたイベリア機関でしたが、鉄道の建設を担当したイギリスの会社はとんでもないことをします。それはイベリア機関のレール幅で使用されている長さの単位カスティーリャフィートが理解できず、勝手にイギリスで使われている単位フィートに適合させ、最終的に5フィート6インチ現在の単位に直して1674ミリとしたのです。出ました、厄介な単位フィート。ヤードポンド法は敵であると義務教育で習いますからね。とはいえ当時は当たり前のようにフィートが使われましたからね。しかし1955年にはスペイン国鉄によってレール幅の修正が実施されます。その理由はホイールフランジとレールの間の隙間、いわゆる軌道の遊びを減らし乗り心地を改善することが目的でした。こうしてスペイン国鉄研究所がシミュレーションした結果、機関は1678ミリが適切であることが判明し、順次回帰を実施。
こうして現在のスペインではほとんどの路線でレール幅1678ミリを採用しているのです。でも結局1435ミリの標準機にはしなかったのですね。イギリスから始まった機関1435ミリですが、1880年代に入るとヨーロッパ諸国やアメリカでも機関1435ミリが選択されつつありました。この頃から世界の標準機は1435ミリであると認識されつつありましたが、その時にはすでに遅し、スペインではすでに5000キロ以上もの鉄道が機関1674ミリで建設されていたのです。ああ、もう今更標準機に直すのも面倒くさいですね。回帰にかかる費用も莫大ですからね。そんな唯一無二とも呼べるイベリア機関を採用しているスペインですが、ヨーロッパ諸国と結ぶ高速鉄道も運行されています。え、機関が他の国とは違うのに直通運転できるのですか？それがスペインで走る高速鉄道の凄さでもあるんです。実はスペインの高速鉄道の歴史は長く、1964年まで遡ります。当時日本で開業した東海道新幹線の成功を踏まえ、ヨーロッパの各国は日本に追いつくべく高速鉄道の開発を急いでいました。そんな中、スペイン国鉄と呼ばれているレンフェは1942年からダルゴと呼ばれる高速試験車両の研究開発を進めていました。そして時速200キロ超えでの走行を目指すべく、1964年に製造されたのが高速走行用客車ダルゴ3と高速走行用ディーゼル機関車 2000T です。この機関車と客車は1966年6月7日に実施した高速度試験において時速202キロを記録。また1968年にはパワーを増強させた 3000T 機関車が開発され、1972年の高速度試験では時速222キロを記録。さらに1976年にはイタリアの ETR401系をベースにしたレンフェ443系を開発し、1977年に時速200キロを記録。このようにスペインでは時速200キロ程度で走行できる車両ならば問題なく開発できていました。また1981年にフランスの TGV が開業して以降、スペイン国内でも高速鉄道の開業を望む声が増えつつありました。そんな中、スペイン国内でも特に高速鉄道の開業が望まれていたのがイベリア半島の中心部からアンダルシアに向かう路線です。この区間の途中にはデスペニャペロス峠と呼ばれる鉄道の難所が存在しており、かつ多くの列車がこの峠を走行していたことから、一本の列車が遅延すると後ろを走る列車が渋滞してしまうボトルネックとして有名でした。そこでスペイン国鉄であるレンフェはこのボトルネックを解消する新規路線の建設を決定。またこの新規路線はスペイン国内初となる高速鉄道用の路線として建設されることが決まったのです。しかし自国のみの技術力では時速200キロ程度の車両しか開発できず、多額の建設費に見合った効果が得られないことから、他国から車両を購入せざるを得なかったのです。当然当時のヨーロッパではフランスの TGV 以外は本格的な高速鉄道を運行しておらず、結局 TGV とほぼ同じ車両をフランスのアルストムから購入したのです。あれ、スペインってレール幅が1678ミリだから TGV の車両だと乗り入れることができないのでは？そうなんです。フランスの TGV で採用されている機関は1435ミリの標準機、つまりスペイン独自の機関1678ミリで高速新線を建設した場合、購入する車両も1678ミリに合わせる必要があります。しかしその場合、特注扱いとなることから車両の単価が高くなってしまいます。また1678ミリで建設した場合、高速鉄道としてはあまりに短距離になってしまう上、他国との直通運転もできません。そこでスペイン側は高速鉄道は機関1678ミリではなく1435ミリの標準機を選択したのです。ここで変なプライドを持たず標準機を選択したのは偉いですね。
もし1678ミリを選択していたら、高速鉄道の鎖国状態に陥っていたかもしれませんよね。いいえ、おそらくそうはならなかったでしょうね。え、どうしてでしょう？そこがスペインの凄さなんですが、後ほどご説明いたします。5年間の工事を経て、1992年4月14日、スペイン初の高速新線であるマドリッド＝セビリア高速線が開業。路線の長さは約471キロ、路線の設計最高速度は時速300キロ。導入された車両は TGV アトランティックとほぼ同じ形式であるレンフェ100系。車両自体の最高速度は時速300キロですが、開業当初の営業最高速度は安全性を考慮して時速250キロに制限されていました。しかし、トップスピードには命を懸けるフランスの血が混じったためか、開業してからわずか半年後、営業最高速度を時速270キロに引き上げ。ええ、日本は時速270キロに到達するまで20年以上かかったのに、スペインは半年で到達ですか。さらに、レンフェ100系は1993年4月23日に高速度試験を実施し、スペイン国内の最高速度記録、時速 356.8 キロを記録。この結果を踏まえ、レンフェ100系、並びに路線の設計最高速度で営業運転を行っても問題ないと判断され、1994年9月12日に営業最高速度を時速300キロに引き上げ、開業してからわずか2年半、スペインはフランスの TGV と並び、営業速度として世界最速の称号を手に入れたのです。ああ、日本はウィン350であんなに苦労して時速300キロの壁を破ったのに。まあ、フランスの全面的なバックアップがありましたからね。しかも、スペインの地盤は日本と違って非常に固く、騒音規制もない上に、ほとんどが直線で建設されていますからね。時速300キロ運転が容易だったこともうなずけます。ところで、スペイン初の高速鉄道であるマドリッド＝セビリア高速線が開業した際、実は裏で悔しい思いをしたメーカーがあります。それが、スペインで長年高速鉄道について研究してきた車両メーカー、ダルゴです。先ほど、客車の名称で出てきましたが、鉄道車両メーカーだったのですね。しかも、1942年創業の老舗であり、古くから他の車両メーカーが真似できない独自の発想と技術で車両を開発するのが特徴です。しかし、車両の高速化においては時速200キロ程度で頭打ちになっていたのも事実。当時は時速300キロを出せる車両が一つもなかったことから、マドリッド＝セビリア高速線が開業した時、ダルゴは候補から除外されてしまうのです。何十年も研究してきたのに、スペイン初の高速鉄道で採用されなかったのは、ちょっと悔しいですよね。しかし、ここで、ダルゴも、いや、スペインの技術者たちが意地を見せます。2000年に入り、ダルゴは、これまで培ってきた独自の技術を使い、新しい高速鉄道用車両の開発を決定。もともと、ダルゴは、高速走行用の客車の開発を得意とするメーカーでした。そこで、動力車は、ボンバルディアに開発を任せ、自分たちは、得意とする客車を集中的に開発。こうして2003年に誕生したのが、ダルゴ350です。14両のうち両端2両が、動力車、中間車12両が、客車の動力集中方式を採用。設計最高速度は、なんと、時速450キロ、営業運転における許容最高速度は、時速350キロと、当時における世界最速の営業用車両を開発したのです。おや、ダルゴさん本気出しすぎなんとちゃいます？はい、もはや、自国の営業最高速度はおろか、日本の新幹線やフランスの TGV すらも超える世界最速の鉄道車両を開発してしまったのです。2006年6月に実施した高速度試験では、スペイン国内の記録を塗り替える時速365キロを記録。営業においても、時速350キロ運転は秒読み段階と思われましたが、残念ながらヨーロッパの鉄道で使用されている信号システム ETCS が時速350キロには対応できないことが判明。こうしたこともあり、営業最高速度は時速300キロに制限されてしまうのです。完全にオーバースペックだったわけですね。
でも、設計最高速度が時速450キロって、日本の新幹線を見てもありませんから、普通にすごいですよね。実は、設計最高速度がここまで高い理由は、タルゴで採用されている唯一無二の構造にあります。このタルゴシリーズ、他の鉄道車両とは全く異なる構造をしているのですが、わかりますか？なんだか全体的に車高が低いですよね。その通りですが、その車高の低さは、とある機構によって実現できているのです。あれ？見間違いでなければいいのですが、車輪が一つしかないような。その通り。車体の下をよく見ると、普通なら車輪が前後にあるはずですが、一つしかありませんね。日本で製造されるほとんどの車両は、一つの台車に二つの車軸を備える二軸台車が多く採用されています。つまり、一両に装着されている車輪の数は合計八つになります。対して、スペインのタルゴは、一つの台車に一つの車輪を備える一軸台車が採用されています。え、まさか、右の車輪と左の車輪は繋がっていないのですか？そのまさかです。このタルゴという客車は、左右の車輪をつなぐ車軸が存在しておらず、すべての車輪が独立していることから、スペインの鉄道ファンからは、鉄道の一輪車と呼ばれているのです。しかし、すべての車輪が独立してしまうと、大きな問題が発生します。まさかですけど、そのままだと曲がりませんよね？その通り、車体に車輪を固定したまま走らせると、カーブを通過する際に、車輪がレールに追従できず、曲がることができません。そこで考えられたのが、車輪を前後に移動できるステアリング機構を搭載し、すべての車輪が独立しても、カーブの通過を可能にしているのです。そもそもですけど、こんなに複雑な機構を採用するメリットって何かあるんですか？はい、メリットは大いにあります。こうした複雑な機構を備えている背景には、スペインの鉄道が抱えている独特の問題があります。戦術の通り、スペインの鉄道は古くから1668ミリ機関を採用しているため、カーブにおいて内側と外側のレール長の差が狭軌や標準軌よりも大きくなります。おまけに、スペインの路線は山岳路線が多く、他国と比較してカーブが多い上に曲線半径も小さくなっています。つまり、通常の二軸台車では、左右の車輪が同じ回転数でカーブを走行することから、カーブ通過時に車輪とレールの摩擦が大きく、摩耗しやすいのです。そこで鉄道技術者だったゴイゴエチェア氏とオリオール氏は、これらの問題を解決するべく、特殊構造を用いた車両の開発を進めます。こうして1942年に試作されたのが、軽量連接式車両と呼ばれるタルゴ1です。このタルゴは、スペインで問題となっている車輪とレールの摩耗を抑えるべく、左右独立車輪を採用しています。そもそも、左右独立車輪を採用すると、摩耗を抑えることができるのはどうしてでしょう？左右独立車輪を使うと、カーブを通過する際、左右の車輪の回転数が同期せず、それぞれの曲率に沿った回転数となります。つまり、車輪とレール間で無駄な空転が発生しないため、摩耗の防止につながるだけではなく、不快な金属音や振動も抑制することができます。しかも、この左右独立車輪方式は、大きな台車を必要としていないため、車両の低重心化が実現できます。通常の二軸台車は、大きな台車枠、軸バネ、枕羽、左右車輪をつなげる車軸などが装着されていることから、レール面からある程度の高さが必要になります。つまり、車体は少なくとも台車よりも高い位置になるため、カーブがきついスペインでは、カーブ通過時に乗客が感じる遠心力も大きくなります。しかし、左右独立車輪方式を採用しているタルゴは、大きな台車枠を必要とせず、その分車体を低くすることが可能であり、カーブ通過時に乗客が感じる遠心力の低下、並びにカーブ通過速度を向上させているのです。車輪とレールの摩耗を防いだ上に、カーブの通過速度を向上させているとは、画期的な技術ですね。ところで、こんなに優秀な機構だったら、なぜ他の国やメーカーで普及しないのでしょう？二つ大きな問題があります。一つは特許の問題です。何十年も研究してきたタルゴ社は、この左右独立車輪方式において、大部分の特許を取得しています。
技術者の発明やメーカーを守る特許ですが、反面、採用したがる企業が減少するため、普及しにくくなります。実はそれを防ぐべく、あえて特許の無償提供を決めたのが、日本のトヨタ自動車です。トヨタ自動車は、長年パラレルハイブリッドについて研究し、2万件以上の特許を取得してきましたが、世界のカーボンニュートラルに向けてパラレルハイブリッドを普及させるべく、2019年にあえて無償提供を決めたのです。しかし、ガルゴ社は無償提供できるほどの企業体力がありません。つまり、他のメーカーは独立車輪方式を採用しにくい状態となっているのです。2つ目は、製造費が通常の車両よりもかかることです。車体と車体の間に車輪を2つ搭載しているこの方式。つまり、中間車の場合、たった2輪だけで1両を支えていることになるため、1つの車輪にかかる重量が通常の車両よりも大きくなっています。そのため、1両の長さは通常の車両よりも半分程度に収め、車体重量を軽くする必要があったのです。そうなると、必然的に1編成の両数は増加し、手間も増えてしまいます。おまけに、左右独立車輪方式は、車輪の方向を変えるステアリング機構が非常に厄介で、メンテナンスに莫大な時間と費用を費やすことになるのです。ああ、オリジナルであり続けることって大変なんですね。しかし、2006年、左右独立車輪方式の自由度の高さを利用し、さらに画期的な列車が開発されました。それが、機関可変方式を採用したタルゴ250、レンフ130系です。機関可変方式？わかりやすく言うと、フリーゲージトレインであり、1668ミリ機関と1435ミリ機関、どちらも走行できる列車です。なるほど、先ほど、スペインは鎖国に陥らないと言ったのは、これがあるからなんですね。日本では国鉄時代から研究してますけど、なかなか実現できませんよね。タルゴは、客車でパワーユニットが搭載されておらず、おまけに、スペインはレール幅も大きいので、機関を変える変換機構を搭載するスペースも十分にあります。しかし、日本の在来線は1067ミリの狭軌であり、車両も小さく、動力分散方式を多く採用していることから、機関を変える変換機構を搭載するスペースがかなり制限されます。事実、ダルゴ社のエンジニアも、日本のフリーゲージトレイン開発はかなり挑戦的であると述べており、狭軌でフリーゲージトレインを走らせることは、非常に困難な課題であることがわかります。時速450キロで走行可能な、スペインが誇る高速鉄道。粘り強く開発を続け、問題を解決するその姿は、日本も学ぶところがあるかもしれません。最後までのご視聴、ありがとうございました。よろしければ、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。